一路の妖精のメロディーに乗って白いリボンに白いコスチュームという清楚なイメージで登場した伊藤みどりですが、最初の見せ場コンビネーションジャンプの着地でちょっとふらついてしまいます。しかしこの後は先ほどのミスを吹き飛ばすような素晴らしい演技を見せました。3回転ジャンプも見事に決め、ショートプログラムだけで8位、通算13位と順位を上げました。着地のミスがちょっぴり残念でしたが、得意のフリーで目標の10位以内を目指して頑張ってほしいものです。ですね、続々と選手が登場してくるんですが、ただいま練習が終わったばかりで、はい、第1番目の滑走者なんです。はい、もう練習は会長でした。もう滑ってもらうだけですね。通算では6番目の演技者、伊藤みどり登場いたしました。16歳、規定が19位、ちょっと出遅れました。しかしショートは8位、現在通算で13位です。なんとか頑張ってほしいこのフリーです。みどりちゃんの素晴らしいとこは3回転ジャンプです。5種類ありますね。5種類です。オープニングはダブルアクセルから3回転のサルコジャンプです。見事に決まりました。素晴らしいジャンプシークエンスです。曲はオリジナルのマジカルシティ。さてこれは3回転のコンビネーションです。3回転からもう一度3回転降りました。ちょっと笑顔がこぼれました。今朝の練習ではちょっとこれ失敗してたんですよね。そうなんですね。考えてみればちょうど去年の今頃、あの足の骨を折ったそのジャンプですもんね。はい、まあ、今はあのスローパーツに入りましたけども、伊藤選手はあの外国の選手の中でも練習してますと一番スピードがあって一番こう見栄えがある選手なんですよね。こうやって一人で滑ってるとあのなかなか分かりにくいんですけども、まあ、小さなバブルっていう感じがいたします。トリプルループ、女子のフリー演技時間は4分です。今ちょうど半分過ぎました。次のジャンプがトリプルルッツジャンプです。これが最後の3回転5種類目です。どうでしょう。あ、意外に、あ、ちょっと手ついてあれでしたけど、うまくカバーしました。でもすごい体力ですよ、後半に入ったトリプルルッツジャンプは。3回転の中でも一番まあ難度が高いと言われてますからね。はい、ちょっとこうもたついてきた感じ出てきましたね。少し残り40秒頑張ってほしいです。
後はアクセルシットスピンで締めます。クラッチスピンでフィニッシュ。度重なった足の故障からよく立ち直って2年ぶりの世界選手権ですね、はい、本当によく頑張った緑と言ってやりたいと思います、はい、非常に早い滑走時間、全部で20人の選手がこのファイナルフリーに出場しているわけなんですが、そのうちの6番目ということで、まあ、フィギュアの場合には早ければ早いほど点が出にくいという部分がありますの で、 そうです、ね、果たしてどの程度の得点が出ますか気になるところです。リプレイをご覧いただきましょう。これがダブルアクセルからのコンビネーションですね。3回転のトリプルサルコです。最初に見せたこのジャンプシークエンス、ご覧のような、はい、もうお客様からも、ね、大きな拍手をもらって、はい、まあ、私どももこのジュネーブに入りましてから、ここはまあフランス語の国で非常にフランス語の会話は難しいんですが、ずいぶん緑のこと聞かれましたからね。トリプルトーループからのもう1回のトリプル、ちょっと前かがみになって、はい、うまくカバーして2回目もきれいに飛びました。笑顔がこぼれてますね。まあ、高校1年生になってぐっと大人っぽく髪の毛もアップで、まあ、本人は今日の試合前はまあショートプログラムでは満点でない出来だったんで、今日はとにかく思い切ったフリーをやってみたい、頑張りたいと話してました。隣が山田真知子コーチです。さあ得点、テクニカルメリットすごいですよ。これは 5.8 が2つも出ました。 5.8、5.7、5.7、5.8、5.7、5.7、5.6、5.7、5.7、 もちろんこれまで滑った6人の中ではもう断然トップの得点です。あのショートプログラムの時にあのダブルループを成功した後にトリプルループのコンビネーションのミスがね、はい、まあ、なければ本当ベスト5ぐらいには入ってたと思うんですけどね、ショートプログラムだけでは。まあ、伊藤みどり選手の場合にはこの最初の得点、テクニカルメリットが非常に高い得点が出るのが特徴です。この後は芸術点、アーティスティックインプレッションが出てまいります。あ、だいぶ低いですね。これはちょっと下がりましたね。 0.4 ぐらい下がりますね。そうですね。しかし去年の東京大会ブランクがありまして、2年ぶりカムバックの伊藤みどり、まずは、はい、満足できる出来だったと思います。この後の選手の結果以下では男子の小川同様10位以内の期待は十分持てると思います。みどりちゃん、お疲れ様。お疲れ様。どうもありがとうございました。よかったですね、無事終わって。はい、無事滑れてよかったと思います。もうね、2年ぶりでね、最後までとにかく怪我なくて滑れただけでもね、はい、それがまず一番嬉しいです。自分では何点ぐらいですか、はい、今日の演技は75点ぐらいですけど、はい、前半はねすごい好調で、ちょっと後半になって疲れたかなって感じがしたんだけど、はい、あのなんか前半に力は、前半に力が入っちゃって、後半になったらちょっと疲れちゃった。はい、やっぱり世界選手権になると力入りますか。入ります。そうです、はい、先生には何か言われましたか。ちょっと言われました。そう、なんて言われた。ま、ジャンプもちょっと歪んでたんですけど、まあ、それしかスピードがなかったって言われて、はい、厳しかったです ね、 ね、はい、残ってるこの優勝争いね、それから日本のアイスダンスも残ってますし、応援してくださいね。はい、あとはもう楽しんでってください。お疲れ様、はいはい、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。さあ、それではこの後の演技の模様を続けてご覧いただくことにいたしましょう。